芸者の友をする箱や、江戸職人歌合わせ。石原正明著、当世円風樹経図より。左手に遊女の三味線箱を運ぶ。回し女箱屋は、箱の製造業者を指す場合と、箱に入れた三味線を持ち、芸者の友をするものを指す場合とがある。芸儀の三味線を箱に収め、萌え着色の風呂敷を肩にし、鍵盤と書かれた弓張り上鎮を持ち、 座敷に向かう芸儀に同行する、付き人のような存在で、道中の芸儀の警備も兼ねていた。江戸職人尽くしには、とっこみ紙にした老女が三味線箱を背負い、前帯に裾をはしょって、素足に下駄で、困る上鎮をぶら下げて、芸儀を先導する姿が描かれており、これが箱屋の始まりとされ、その後これを制御とする者が現れ、箱屋と呼ばれるようになった。箱屋には、 海船山線の中年男性や、下流会に出入りする浪人などがついた。女に付き従う仕事ゆえ、まともな男の仕事とは思われておらず、失敗をやらかして解雇された商人の手代とか、美声を褒められその気になってしまった職人とか、身を持ち崩したわけありの人物が多かった。留学を終えて帰国した頃の高橋小歴よも、一時身を持ち崩して、日本橋の芸者沖屋の居候になり、 箱屋をやっていた時期があった。奈良原茂も一時見をやつして、京都で箱屋をしていた。箱屋には、洋箱と内箱の2種類があった。洋箱は鍵盤に詰めて、料理屋や待合からの注文を受けて、芸者のスケジュールを確認して手配し、芸者を迎えに行って座敷に送り届けるといった作業を、するものを指し、芸技の玉の一部を収入として、不愛性で得ていた。内箱は、 芸者側に所属して、芸者の送迎や身の回りの世話をする者を指し、元芸者だった女性が多かった。内箱の女性の中には、雇い主や出先の男主人を丸め込んで、自らが芸芸屋の女将となるような者もいた。箱屋同士が夫婦となって、その人脈と経験を生かして芸芸屋を営む者もいた。A.B. 熊谷百物語、堺井総七著残されたる。 江戸柴田流星町 ABCDE、三筋の綾、カル風俗、岡北郎町、財界の巨人大林東郎町、維新前後期団と、逸話森田氏三編。ありがとうございます。